ペルシアは、現在のイタリアに位置する都市ペルージャの古名である。歴史上、エトルリア同盟の12都市の一つとして、紀元前310、309年のエトルリア人と、ローマ人の戦争に参加していたとされるのが、最初の言及である。紀元前295年の反乱では重要な役割を担ったが、翌年には、反乱側から離反し、ウルシニア・アルレティウムと共には兵を模索した。 紀元前216年から紀元前205年にかけては第二次ポエニ戦争でローマ側に立ち続けた。その後記録が途絶え紀元前41年から40年のペルシア戦争で再登場する。この時はルキウス・アントニウスがペルシアに立てこもったのをオクタヴィアヌスが長期間の包囲戦の末に下した。現在のペルージャの内外では多くの投石器用の鉛弾が見つかっている。 ペルシア戦争の敗北により、町はウールカーヌスという脳の,の神殿を除き焼き払われた。ただ、エトルリア時代のテラス壁は、ほとんど損なわれることがなかった。かつての町の周囲1マイルの土地は、誰でも勝手に占有して良いことになった。その後、この地ではまた一から、町が再建されたとみられ、複数の都市の基礎の遺構が見つかっている。それらには、 アウグスタサクペルシアレスティトゥタという国印が見られる。ただ、植民都市の地位を回復したのは251年から253年の間になってからであった。ありがとうございます。